1962年頃の北見富岡駅、ホームがあるだけである。1977年の北見富岡駅と、周囲約500メートル範囲、右が網走方面、土森の短式ホームで、中央横にブロック作りの待合室が設けられていた。周囲は、南から北へ広がる、戦状地風の斜面を持つ、丘陵地帯。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北見富岡駅は、かつて、北海道ところ郡ところ町富岡に設置されていた、日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号は木と、有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で、一面一線の単式ホームと線路を有する地上駅であった。 プラットホームは線路の北側に存在した。電鉄機を持たない防線駅となっていた。無人駅となっており、駅舎はないが、ホーム中央部分に待合所を有していた。ブロック作りで広さが約30平方メートル、電気設備がない建物であった。当駅が所在した地名に、旧国名の北見を冠した。当地は以前、西川沿いの名であったが、 1941年、解消された。富んだ丘になるように、都の願いから付けられたと考えられる。旧国名は、福島県に常磐線と岡駅がすでに存在していたことにより関した。畑が広がり農家が点在する。2011年時点では、駅跡付近に枕木が積み重ねられて残存し、当駅跡から、 ところ駅方の線路跡が築堤として残存していた。ありがとうございます。